高柳駅は千葉県柏市高柳にある東武鉄道の下線の駅である。駅番号は TD28。2005年3月27日までは東葛飾郡湘南町にあったため、旧湘南町では唯一の駅だった。六三坂祭の複線化工事に合わせて、京城駅舎化、二面四線化の工事を行った。島式ホーム2面四線を持つ、 地上駅で、橋上駅舎を有する。橋上駅舎は2018年10月28日に、供用が開始された。島式ホームの内上り線は、同年3月1日から供用が開始され、旧ホーム等の撤去、線路の移設を経て、橋上駅舎の供用開始と同時に、下り線も新ホームに移設された。駅舎は、東西自由通路に接続しているが、 これは、駅の強状化に先駆け、同年2月20日に共用が開始された。自由通路の共用開始に伴い、船橋方にあった踏切は廃止された。2019年10月9日から、東口側の新しい階段及びエスカレーターの共用を開始し、同年11月17日に、新しい島式ホーム一面2線の共用を開始した。2018年2月28日以前は、 現在の駅より60メートルほど、柏寄りにあり、相対式ホーム2面2線を持つ地上駅であった。駅舎は船橋方面ホーム側にあり、柏方面ホームとは、古戦橋で連絡していた。柏寄りは曲線となっており、また、船橋方面から柏方面に向かって若干、下り勾配になっていた。朝と深夜の一部以外は、列車交換が行われてきたが、 警戒信号で侵入し、ATS による時速 15km 制限があった。校内の勾配の関係か、船橋業は上り勾配で低速に落ち、柏方面域は下り勾配のため早いタイミングでかなり低速に落としていた。結果として他の駅で交換する時よりも低速で駅に侵入していた。曲線上にホームがあったため、列車とホームの間に隙間が生じ、 ホーム下には赤色 l ED 灯と転落検知マットが設置されていた。野田線の柏駅船橋駅間では東駅両側の坂西駅6実駅間が単線となっていたが、2016年から複線化に着手し、2019年11月17日に東駅と坂西駅間、同年12月15日に東駅と6実駅間の複線化が完了した。線化と同時に、 京状駅舎化するとともに、ホーム位置を船橋方に、約60メートルほど移動した上で、従来の相対式ホーム2面2線から、島式ホーム2面4線に改良された。2019年12月15日から、船橋方面は1番線、柏方面は4番線のみを暫定で使用した。2020年3月14日より、2、3番線ホームの使用が開始され、当駅で両方面とも、 急行列車と普通列車の緩急接続が基本的に行われるようになった。当駅の柏寄りに留置線が6本存在する。これにより、早朝を中心に当駅始発船橋行の列車が設定されるようになった。しかし、列車の行き先表示器には高柳の設定があるにもかかわらず、船橋方面から留置線に進入する場合は、南隣の六日駅から改装する形を 取っているため、船橋方面からの当駅止まりの列車は設定されていなかったが、2020年3月14日のダイヤ改正により、当駅発着の列車が設定され、柏方面からの入庫列車も6、未行きに変わり、当駅発着となる。2010年度には、駅舎の駅名板とホーム柱の駅名表が更新された。2011年度には、駅名表と路線図が 従来の釣り下型から自立式案内板に駅構内の案内板がピクトグラムを用いたデザインのものに更新された。2013年3月には駅舎の駅名板が更新され、新 CI ロゴと駅ナンバリング付きの新型になった。また、2013年度内にエレベーター2基と多機能トイレ1個室が設置され、2014年3月21日からエレベーター、多機能トイレ、 駅入り口のスロープを使用開始。またスロープの改良により、入り口の階段が右半分に縮小されていた。2018年度の1日平均乗降人員は14,494人である。急行停車駅としては利用客数は少ないが、近年、駅周辺の開発により増加傾向である。近年の1日乗降、乗車人員の推移は以下の通り、 柏市の南端部に位置し、松戸市及び、鎌ヶ谷市との境界線に近く、両市の一部地域の最寄り駅でもある。千葉県立白陵高等学校千葉県立松戸6、実高等学校千葉県立湘南高柳奈高等、学校駅東側には、千葉県道8号船橋阿鼻子線、千葉県道280号、白井流山線が走り、海上自衛隊下宇佐航空基地がある。 下宇佐航空基地、白石、鎌ケ谷市方面への路線バスと、柏市運営の乗り合いタクシーが、駅東側のジョイフーズ高柳店前を発着する。また、松戸市方面への路線バスも、駅西側を発着する。東武鉄道東武アーバンパークライン、急行柏駅高柳駅新鎌ヶ谷駅普通、逆さ駅高柳駅6時、駅、ありがとうございます。